ヤギサワダム。ヤ木サワダムは、群馬県利根郡水上町、一級河川、利根川、本川最上流部に位置するダムである。独立行政法人水資源機構が管理する、包み高131.0メートルのアーチ式、コンクリートダムで、東京都をはじめとする首都圏へ、上水道を供給する、利根川上流ダム群の一つであり、利根川水系最大級の規模を誇る。 多目的ダムである。ダムによって形成された人造湖は奥、都根湖と呼ばれる。焼沢ダムは戦前よりいくつかの事業主体によって計画され、複数の事業者によるダム予備調査が進められていた。一つは東京市による東京市上水道計画。二つ目は1939年、昭和14年群馬県による群馬県利川河水統制計画。 三つ目は1935年、昭和10年当時の東京電灯、現、東京電力株式会社による、奥根電源開発計画である。このうち、二つ目の、群馬県棟川河水統制計画と三つ目の、奥根電源開発計画は、後に一つの計画案として統合される。そして当時としては大規模な揚水発電計画として、当時の定省が中心なり、 オゼ分水計画、と根川開発案としてまとまった。これは、焼キサダムを下部調整地とし、上部調整地として1919 19年、大正8年より計画された、オゼウンダムとの間で、オゼ第一、オゼ第二発電による、認可出力36万4千キロワットの水力発電を行う壮大な計画であった。だが、水利券をめぐり、 福島県や新潟県との係争が解決せず、利根川開発案は1950年、昭和25年以降棚上げ状態となる、詳細については、オゼ・ゲンダム計画利根川開発案を参照。一方で1947年、昭和22年のカスリーン台風による利根川流域の未曾有の大洪水や、戦後急激に人口が増加した、首都圏における水需要の逼迫に伴い、 多目的ダムによる、治水、利水が急となった。このため、経済安定本部によって1949年、昭和24年に、利根川海底改修計画が立案され、その中で、藤原ダムと共に利根川本川のダム事業として、焼沢ダムが、クローズアップされ、尾瀬分水案から切り離した形で計画されることになった。1959年、 昭和34年から建設省関東地方建設局、現国土交通省関東地方整備局の手によって計画が進められた。その後1962年、昭和37年水資源開発促進法の制定に伴い利ネ川水系は、水資開発公団、現水資源機構がダム建設等を推進する水資源開発水系となり、 トネ川水系水資源開発基本計画、フルプランによって神田川の下久保ダムと共に、焼沢ダムは建設省より、事業継承を受けた。以後、後段によって建設が進められ、1967年、昭和42年に完成した。形式は、ダム本体に、洪水破棄を持たない、冷え流型アーチ式、コンクリートダムでうがんに、洪水破棄を備え、さらに左右岸部は、 脇ダムとして、ロックフィルダムがある。当初は、包み高100.0メートル、早貯水容量1億800万トンの規模であったが、その後の事業拡大に伴って、包み高が131.0メートルと31.0メートル、さ上げ、早貯水容量は倍増となる2億430万トンへと、大幅に拡大。関東地方では、最大級の多目的ダムである。 焼沢ダムの目的は、伊勢崎市八戸島地点において計画放水流量、計画する最大限の洪水流量を軽減するトネ川の洪水調節、利根川流域の既得農地に対する、環境水利県分の揚水、毎秒140トンを給する不特定利水、赤城山麓、春名山麓の1205ヘクタールに、新機能業用水を供給する群馬用水の水源としての考え、 東京都へ毎秒34万5600トンの水道用水を供給する上水道、そして工述する水力発電である。首都圏の水亀として、利根川水系八ダムの筆頭角であり、知名度も高い。巨大なダムであるが、水没物件は東京電力の湯の花温泉保養所1件のみであり、建設当時人石未踏の地域でもあったことから、 一般住民への保障はなかった。八木沢発電所は東京電力が運用している水力発電所。東京電力が初めて設置した揚水発電所であり、使用開始は1965年。八木沢ダム湖を上池に下流の賀海ダム湖を下池に利用した揚水発電を行っている。認可出力は2 4 0 0 0ット。 最大使用水量は、毎秒300トン、有効落差は93.5メートル、首都圏への電力供給に貢献している。水車発電機は3台で、いずれも、発電電動機とポンプ水車とで構成される、化逆式用水機である。うち2号機は1990年の改修工事により、が変速用水発電を世界に先駆けて導入。 ここで培われた可変速用水発電のノウハウは、後に建設される、大容量用水発電所で活かされている。ダム湖である奥、トネ湖は、下流の洞本湖、スダカイダム、藤原湖、藤原ダムと共に、奥トネ三湖と呼ばれ、奈良又ダムと共に、水上地域の観光地である。春の新緑や秋の紅葉が美しく、夏でも、比較的涼しいことから、 観光客が多い。付近には湯の小屋温泉や宝川温泉もあり、水上温泉と合わせて、群馬県の代表的な温泉郷である。春には遠く、雪をかぶった三国三脈役を望むこともできる。2005年、平成17年には、水上町の推薦によって、財団法人ダム水源地環境整備センターの、選定するダム湖百選に選ばれている。焼沢ダムでは、 5月から7月の間に点検放流を行う場合がある。これは非常用洪水破棄ゲートの操作状況などを点検し、日頃滅多に使わない非常用洪水破棄の点検を行うために放流を行う。この洪水破棄により放流された水はダム下流で利根川に合流する焼沢に放流されるが、スキージャンプ型の洪水破棄であることから豪快に水しぶきを上げる放流が行われる。 点検放流を行った際、多くの観光客がこの放流を見るためにダムへ訪れ、ダム手前では渋滞も発生する。なお、点検放流は、奈良又ダムでも同時に行われる場合がある。同時に行われた場合、や、久は奈良又、須田海、藤原、小森の5ダムが一斉に放流する確率が高い。放流の日時は、 水資源機構の沼田総合管理所ウェブサイトにて公開される。ダムへのアクセスは関越自動車道水上インターチェンジから国道291号へ入り、湯村線手前より群馬県道63号水上片品線を北上する。須賀海ダム手前より東京電力管理用道路へ左折し後は直進する。ほら元湖沿いに北上すると、 やがて巨大なダムが見えてくる。ただし、雪の深い地域でもあるので、須田海ダムより、焼沢ダムに向かう管理用道路は11月下旬から4月下旬まで通行止めとなる。また、奥、ト根コより先は、険しい山岳地帯で貴重な動植物も多いことから、ト根川源流域自然環境保全地域に指定されており、現在においても奥、ト根コから水源の大水上。 山台設計までの利根川源流は卑怯である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。